君はどんな女がタイプかな？自分は昔の芦田愛菜、昔の大橋のぞみです。そしなやアニメキャラだったらアーニャタンがタイプます。ほのかにランドセルの香りがしたら最高ます。スルベタボディを舐め回しています。好みはベビー級なのに性癖がヘビー級すぎる。も発言のすべてが特級クラスに貴重。メルカリで買った幼女の髪の毛を食った時から最高にハイバラになってもっと恋しくなっちゃったんすよ。あー、通学路に飛び込みたい全裸で。99さん、こういう時って人殺してもいいんだっけ？逆に嫌いなタイプは時間にルーズな子無理っすね。もう遅刻とかほんと許せないです。もう遅刻したらうんこ投げますよ。切り方がババコンガやん。5秒でも遅刻したらその子の体引き抜くで。気が短すぎて持つとこない。短気が過ぎるって。それともしサノエルさんに好きな人ができたら僕が手貸しますよ。猫の手は借りてもお前の手は絶対借りない。犯罪に手を染めそう。いやでも僕こう見えて付き合ったら絶対浮気しないし一途で純愛するタイプなんですよ。だからもし別れたらロープ持って樹海で旅に。多分お前みたいなやつから特級クラスの音量が生まれるんだと思う。でまだ付き合ってないんですけど、愛ちゃんって子が好きで、愛ちゃんのフルネームを背中に入れました。エースが背中に入れている白ひげのシンボルぐらい大きなタトゥーを。愛ほど歪んだ呪いはないよ。そのフルネームは芦田愛菜だよ。芦田愛菜を愛ちゃん言うな。福原の方と勘違いされる。たしまいざこうとがりあう女子ごましいがねをくしろよくろうとるねんちゃマイクはジャンスキー。今はただ歯磨きに感謝を。